ジョシュアレ・レノルズによる、肖像画。第二代シャノン伯爵リチャード・ボイルは、アイルランド王国出身の貴族、政治家。1756年から1764年まで、ボイル死爵の儀礼称号を使用した。アイルランド兵団武装官、アイルランド福岡倉卿を歴任した。初代シャノン伯爵ヘンリー・ボイルとヘンリエッタ・ボイルの、息子として、 1728年1月30日に生まれた2月16日にピカデリーの聖ジェームズ教会で洗礼を受けた。1744年10月13日、ダブリン大学トリニティカレッジに入学した。1749年から1760年までダンガーバン選挙区の代表としてアイルランド、庶民院議員を務めた後、1761年の 選挙において、コークカウンティ選挙区とクロナキルティ選挙区で当選、前者の代表として1764年まで議員を務めた。ただし、ウィリアム・ジョン・マコーマックとパトリック・ギランが1998年に出版したブラックウェール・コンパニオン2モダン、アイリッシュ・カルチャーによると、リチャードは、その父が長期間にわたり、アイルランド庶民にを支配したような政治的才能は、 持ち合わせていなかったという。1764年12月28日に父が死去すると、シャノン伯爵位を継承。1765年10月22日にアイルランド貴族院議員に就任した。翌年にアイルランド数密院の数密顧問官とアイルランド兵団武装官に任命されたほか、百八十一年十二月から百八十九年まで、 アイルランド副大倉教の一人を務め、1782年1月9日に、グレートブリテン数密院の数密顧問官に任命された。アイルランド大倉教の官職が1793年に委員改正に変更された後は1793年から1804年まで大倉教委員を務めた。1783年2月5日に、 聖パトリック騎士団が創設されると、同年3月11日に定員15名のうちの一人に選出された。1786年8月6日、グレートブリテン貴族であるヨークシャーにおけるカールトンのカールトン男爵に除された。同年、コーク総督に任命された。ブラックウェール・コンパニオンによると、カールトン男爵への除爵は、 国王ジョージ三世への政治的奉仕に対する奉奨だった。シャノンは国内政治の勢力であり続け、ダブリン城の政府を支えた。還元すれば、1770年代から80年代にかけてアイルランドで継続していたイギリスの支配を積極的に支持した。ブラックウェール・コンパニオンによると、1788年の 接政危機により1789年にすべての役職から引退した。すなわち、ジョージ3世は1788年夏に精神状態が悪化すると9月25日から11月20日まで議会を閉会することを宣言したが、この閉会中に錯乱し、一時は帰得状態になった。11月に議会が再開した時には伝統的に王座から行う。 開会の国王演説もできなかったが、開会の国王演説の前にはいかなる手続きも進められないというのが長期間にわたる慣習法だった。ショーピット政権は摂政を導入する計画を立てたが、摂政の権限の有無は疑わしいものであり、シャノン・伯爵は摂政危機を持って一旦政権と決別したが、1790年代半ばまでには、政界に戻り、再び、 ダブリン城の政府を支援するようになった。アイルランド王国とクレートブリテン王国の合同を強く支持したが、ブラックウェール・コンパニオンは、この決定により、シャノン・伯爵の政治的基盤が崩壊したと評している。1807年5月20日、キャッスル・マーターで死去、息子ヘンリーが借位を継承した。死去から100年以上経過した1982年。 息子ヘンリーへの手紙が出版された。1763年12月15日、キャサリン・ポンソンビーと結婚、一難一情も受けた。ありがとうございます。